大杉神社。大杉神社は、茨城県稲敷市阿波にある神社。豪舎な社殿を要することから、茨城の日光東照宮の異名がある。安場様の愛称で親しまれている。古名には大杉大明神、大杉大権現、今宮大杉大明神などがある。旧社格は豪舎。現在は、神社本庁が定める、別表神社。関東や東北地方に分布する。 約670社を数える大杉神社の総本社である。阿波の大杉神社として、茨城百景に選定されている。神社ウェブサイトの大杉神社の歴史によれば、安馬の地は、律令制以前の国造制下において、宇永がの国、海上国に属し、大杉神社は、宇永国造を祀る、最も重要な神社だったという。上古、阿波が属する大地は、 篠田流海、霞ヶ浦の西の浦と、江ノ木浦流海、利根川流域の低地部に広がっていた内海に突き出た半島で、その北東部に離れて、浮島があった。阿波は、阿波崎と、津カに囲まれた内湾、霞ヶ浦の関電入の奥部に位置していた。この地にある巨山が、漁民の守護神として信仰されるとともに、内海、カトリ内海または、 上層内海の航路標識になっていたという。日立国風土記には、阿波の一体を示すと考えられる地名として、篠田軍の城に、城、浜、行方軍の城に、安婆の島が登場する。城、浜は、篠田軍の城にある、のおり葉、浅野村の記述に登場する。和武天皇が海辺を巡行して、城浜に至った時、浜浦に海苔を乾かす者が多かったので、 その村を、ノーリハーサと呼ぶようになった。また、城浜里の東には、四面絶海の浮島村があり、そこにいる百姓は、声援を行としていたという。安ーの島は、行方軍の城にある盾尺舞の地の国見の記述に、登場する。盾尺舞の地は、安ーの島に宿営して、遥か海盗の裏に煙を見つけ、天神の煙ならば我が上を覆え、荒族の煙ならば、 海中になびけと制約をしたところ、海を刺して流れたので協族、クズがいることを知った。伊て弱魔命がクズを暴殺し、痛く殺すと言われたところを、痛くの里、ふつと切ると言われたところを、ふつなの村、安く殺すと言われたところを、安罰の里、吉畜殺すと言われたところを、吉前の言うというようになったという。なお、京中古風土器によれば、痛くは、痛く、ふつなは、古高、 アンバズは、古高にある、アンダイ、吉崎は、延方村の江崎で、いずれも、安婆の島の対岸にあたる板越地名になった。阿波は、和名類受賞に言う、高田郷、新編日立国士または、上浜郷、大日本地名辞書に属した。新編日立国士に、上古は、絶境の西南は、ことごとく吉原にて、深泥の地になり、 東北は今のごとくことごとく流海なり、されば実に一等のごとくなり、イニ安原島といえるは、大概高田、城、浜二号の地と見ゆ、今安場村、淡崎村等のなあるをもって知るべしとあり、高田号と城浜号の二号が、日立国風土記に言う、安原の島であり、城浜であったとしている。現在も稲敷 C 札から、スにかけては、 半島上もしくは島上の大地である。また、行方軍の記述について、これは安幡島より、内海を越して、いたらへ渡りしよしなり、今のあわさと、いたらとは、差し向き減る地にて、方位よく合わせひたれば、ここに、安幡島といえるは、高田、城、浜の地たること論なしとし、伊て尺米の地の国見の地は、あわさとしている。大日本地名辞書は、古風土器に、 安場の島とあるは、これに対する浮島、もしくは淡崎にあたらん、氷中古風土器は、このいい安場当社、義浮島の地があり、今浮島ゆう安場明神社、祭神大名無地の命、安場村また祭りの、利俗良大杉明神なりとするなど、浮島とする見解もある。ちなみに、氷中古風土器の中期は、浮島に安場明神社があり、 安場村に道上を祀る、大杉明神があるという趣旨である。安場明神社については別段の、浮島の長宮の記述の中期に、島、星氏のコ中、今夕安場明神社、二これやともある。氷中古風土器が、戸張宮に否定する、安場明神社とは、現在の小島神社を指すと考えられる。小島神社は、大名持ちの命、大名持の命の別名を主審とし、 境内には、とばり宮の跡地を記念する石碑が建っている。安場村の大杉明神は、現在の大杉神社を指すと考えられる。創建は、神後慶雲元年、七百六十七年と伝えられる。大杉神社略演儀には、創唱道が、下谷国日光への道中、当地を訪れ、巨山をひもろぎとして、三輪明神、大三輪神社を、鎮祭し、人々を、 数々の奇跡で救済したことから、悪魔払いの安場様と信仰されるようになったとある。茨城県神社長を稲敷支部の由一書には、里人薬病に大いに苦しんでいるを見て、哀れみ、大杉の下に、山との国大三和大臣を、鎮災式年数や、たちまち里人等全開したとある。ただし身体については、神保経由年中尺章同人五作の駒の、霊人不動尊なり、とねがわ 神語経運年、衝動商人作の鉱馬の霊人不動尊を身体と、常山ね水など、巨山そのものではなく、そう、衝動の彫刻した、霊人不動尊とする資料がある。延暦十五年、七百九十六年、あるいは、同年五月、稲敷軍郷土市、延暦寺の会見やありが、悪老を、高丸の幸福を、大杉神社に祈願した。とねがに、 伝行大師自ら彫刻なした舞う島幸福の不動明王を骨引受けたまいこの地に来たゲレームによって、大杉大明神と同じく鎮座なした手祭りかつ天軸伝来昆主勝馬の作魅力菩薩の尊像を安置した手祭り、すなわち宝を早々しり下山安さ寺とゴースとあり、伝行大師、最長の作である島幸福の不動明王を、大杉大明神、霊人不動尊と、 同じく鎮西し、さらに天竺のコンクビ、カツマの作である、弥勒菩薩の尊蔵を本尊として、竜幸山安論寺を回帰したという。この国家安寧祈祷の功により、信領を賜り、稲敷支部によれば、その後に安論寺境内に、大杉大明神の社殿が造流された。神社ウェブサイトでは安論寺の回帰を、延暦24年、805年としている。 新編日立国史には、院内に、大杉明神の社あり、この社、後世なるところなるども、遠近の著人数形、花裸しきゆえに、火をついて、社殿を作りす、ここをもって、当時全くその別当のごくなれりとあり、元は安論寺があって、境内社として、後に、大杉明神が鎮裁されたが、数形の花裸しさから主従が逆転したと記されている。これは、 龍下山安能寺を中心とする国家安寧祈祷の功により、信領を賜り、その後に境内に大杉大明神が増流されたとする稲敷支部の記述にかなう。それ以前から社殿を持たない形で、大杉大明神が信仰されていたことは考えられる。原略文字年間、1184から1190年、利根川わずに大杉大明神、兵士の王公に組み、 日立坊海有ありと玄橋はし美うがんみなと、を助け平気ついの公正つてごこの地に、帰り我が像を自ら彫刻し大杉殿のに、おさめとあり、ひたち海村は、大杉大名人の化身もしくは、紳士、し、けであったとする伝承がある。文治五年九月十七日、百八十九年、さいに乗じてこ然と姿を消したため、人々は海ありが、 大宮様のご眷族であったことを知るに至りました。大杉明神略演技という。かつては、日立坊海村が姿を消した9月27日に、霊祭を行っていた。任時2年、1241年、上山荘水に、京都紫野の今宮神社の分霊を戦死して、今宮大杉大権限と解消すとあり、京都の今宮神社から大名口の命と少なびっこなの。 命の二柱を勘定し合うしした。王仁の乱、1467から1477年の際に診療を略奪されたが、慶長年間、1596から1615年、徳川幕府より安穏寺に、領地に十国、新編日立国史の安藤及び所役免除の主因が、過付された。また、利根川招致案内に、永山の天海草上に命じて、 別当職を兼任せしめ、以後安穏寺のシャムは、すべて東栄山にて扱うこととなれ理とあり、東栄山歓迎寺の支配下に置かれた。天界の辞席について、大杉神社略演儀には、天貝は、東城の裏に船を浮かべ裏の東に鎮座する、大杉大名神を勘定。見事に雨を降らせるという手法を行い、奇跡を示しました、当神社を、江戸城の鬼門守護者と定めるとともに、 自らの別当安納寺の住職となりました。当神社と天界の縁をもって、以後別当安納寺は日光山林王寺の時期、県大寺院となりましたとある。また、境内案内版では、天貝が乞いの際に誕生した、大杉大臣は、竜神であったともある。教法十年、1725年、悪魔払う林が始まり、そのルフに伴って、放送予けや、 水上交通の神として、関東一円と東北の太平洋側に信仰が広がった。源流は、源な三年、1617年、田中玄馬、げた醤油の創業者が紀州から十二座神楽と共に伝えたものという。安馬様、淡様はデジタル大辞船に項目があり、千葉県から東北地にかけての太平洋岸の漁村で信仰されている神と説明されている。 安永7年、1778年、新木の太郎杉が消失した。完成10年、1798年、火災により、社寺共に消失した。今日は2年、1802年、再び火災が起こった。文化10年、1813年、度重なる火災につき、復旧困難の趣き五賢大林王寺旧世の、 救助神員一品公の部方神王のお耳に達し、金仙両を玉物せらる、稲敷軍郷土市、一品神王よりの手元金仙両の歌詞にて元社伝を造営、稲敷支部とあり、再興した。直後の文化十二年、千八百十五年の、そう常に一気に、大杉明神おば、日立傍海ありを祝へるなりというとぞ、見合いは今目かしあれど、糸とにぎわし、鹿島にも、 大杉社あり、大日本地明治書と記されている。仙座は、文化13年、1816年に行われた。明治維新後、神仏分離により安穏寺を廃して、社務所とした。明治4年11月14日、1871年、第一次府県統合により、新井ハリケンが成立し、新井ハリケン中教院が、大杉神社に置かれた、大杉神社略演技。 明治6年10月、尊者に、列格した。ちなみに、昭和16年、1942年に出版された、茨城県神社写真帳の時点では尊者だが、国文学研究資料館所蔵の神社名祭帳データベースでは豪者に昇格している。明治8年5月7日、1875年、第二次府県統合により、茨城県が成立した。 明治十一年、1878年、安納寺が再興した。明治四十年四月、1907年、旧桜川村の無隔者五十世神社、大昼明記命を合併した。昭和五十三年一月三十一日、1978年、安場林が、記録作成等の措置を講ずべき、無形民族文化財となった。昭和年、 1982年、神社町の別表神社となった。平成8年、1996年から、平成の大造営として、造流営前事業を開始した。平成18年、2006年、社殿、大杉殿の復元工事が竣行した。各祭神は、境内説明版による、境内南東に、勝馬神社がある。祭神は不詳である。古名を、 馬歴者といい、独自の古い由緒を持つ。馬歴は、馬屋の根部と床板を置ける王木の井で、転じて、貝馬を受け、または馬屋そのものを指す。馬、歴史は、馬の守護神で、馬屋の神、馬屋神ともいい、各地の民族信仰となっている。平安時代、三穂村篠田に、日立国諸国牧、兵部省管轄の牧場の篠田は、牧、 演技式に記載があるがあり、そこで馬大守後のため城岸4年862年に創始された。平安時代末期に馬巻が廃絶すると稲敷史光太を経て鎌倉時代に大関神社境内に遷座した。かつては安納寺裏奥山に競馬場があり、昭和初期まで奉納競馬が行われていたが、その馬場を見渡す地に石祠らとして祀られていたという。 農工場の消滅と共に忘れ去られたが、平成14年、2002年に現地に社殿が増流され、潜座した。現在は、大古の篠田場牧の地にある、日本中央競馬会、JRA 美穂トレーニングセンターの関係者が、本社と並んで1年の祈願に訪れる。競馬ファンにも知られている。ちなみに、現在、大杉神社祭礼に選ばれる新名は、農家に、 馬がいなくなったため、みほトレーニングセンターから借りている。車前には、多数の邸鉄が奉納されており、勝馬守、り、馬蹄絵馬、縦紙女神といった、珍しい五種もある。茨城県内で、神社長包括者として現存する文社は7社である。印の参考文献は、国立国会図書館デジタルコレクションで参照可能。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。